っち来て振って。こっち来て、その辺、ちょっとその辺で振って。あ、いいね。もうちょっと中来て。はい、その辺で振って。あ、いいね。全然いいよ。ちょっと、クラブ見せて、クラブ。こんなの行った俺んとこから。これは全然、買ったかもしれないですね。全然記憶ないよ。あれ、何これ。ずいぶんこんななんか、エロいグリップになっちゃって、これ。キッズ用の入れたら、うん、なんかすごい痛いやつなんですよ。痛い？へぇー。なんかテニスのやつ巻いたんですけど。あ、いいじゃん。汗吸って臭くなりそうじゃん。すぐダメになっちゃう。あ、ダメになっちゃうんだ。うん、へぇー。どっちから曲げればいいですか？これ、だってもう見るからにさ、もう右はダメじゃん。右は狭いじゃん。左の黄色い球に向かっていけばいいじゃん。あれ、うん、だって左の端までは絶対行かないし、なんかそのまままっすぐ行っちゃいそうな気がする。だからまっすぐ行ったって別に問題ないし、 あの左の黄色い球結構あるぜ。あれだ、多分あの今待ってる人が後ろの T から240ぐらいで飛んでんのが、で俺ら打つとこが20ヤード前だから220だ、あそこまでが。って考えたらあそこから多分220だとしたら、まあ、あそこから60、50から60手前でしょ、うん、そしたらこっち一番広いところだから、うん、あそこのフェアウェイ真ん中から右が濃くて左が白いじゃん、あの左の白い方を狙ってた方がいいよ。で俺はこれフォローだから、その目の前のあの黄色い T マークあるじゃん、あれの左側に打ち出して、あの今のあのお父さんのところに落ちるフェードイメージだね。撫でるように打ってね。なるほどね、佐藤誠一プロのように撫でるだけ。撫でる。撫でる。撫でるだ、はい、撫でただけだからっていうね。撫でて終わり。なんかね、先フック打とうとすると、フック打とうとするとね、そこめちゃ長いの。フック打とうとすると肩痛くなっちゃう。これはさ、これは小せえぞ、これヘッド。ドライバーの、キッズのドライバー。ああ、これは150だわ。まあ、170いくかな。でも飛ぶときすげえ飛ぶんですよね。これは小さいな。なんかもうこのぐらいじゃないと。もういいよ、もういいよ。もういいよ。あれ、ケイさんどこ行っちゃった？帰っちゃったんじゃないですか。やめなさい。え？まあ、まあ、いいよ、打っちゃえ。やになったんだ。打って待ってよ。あまりにもほら俺たち衝撃的すぎてなんか感じたもの忘れてたんだ。いいですよ。お願いします。お願いします。こんな右向いてんだ。おお、完璧。美味しそう。完璧で。おお、完璧。美味しそう。完璧ですよ。あ、飛んでる飛んでる飛んでる。あ、全然飛んでるよ。よかった、待ってて。あれ、うん、どうぞ。はい、飛んじゃったな。兄貴、今日はツアーステージジュニア2位ジオテックね。はい。いや、飛んでるよ、あれ。飛んでます。あれ、飛んじゃった。あれはうまいことロジャー生かしてるわ。待っててよかった。多分、俺あそこまで飛ばねえよ。お願いします。今日は一段とおじいちゃんみたいに飛んでるね。あれ140しか飛んでないよ、ちょっと。いいの？飛んでない。撫ですぎじゃない、それ。ちょっと。お願いします。
なんで速いのよ。打てっから。え？もう打てるよ。いや、さすがに大丈夫でしょ、あれもう。だって残り60とかのところまで行ってるでしょ、あれ。なんか近く見える。大丈夫だ、行かないよ、あんなによ。右の木でしょ。いや、あの辺は行くんじゃねえかな。どうぞ。あらフェアウェイ届いたよ。はい、フェアウェイ。手抜いた。ほら、全然行かないよ。はい、右の手で195。ああ、いいね。今のは60台ぐらいで振りだったね。でもなんかプライスプスランなんねえから、それやっとかねえとな。この後困る。これこれこれ、もう曲がりすぎちゃったよ。さっきこれ打ちたかったのにな。ああ、いきなり行っちゃった。あれあれ、最近使うプスラ。わー、なんでいいじゃないよ。全然いいよ。折れそうだな。絶対ティーショットの球だな。体回さない。ポン。もっと曲がって、もっと曲がれ。はい、乗った。ギリギリ乗った。よしよし。おーおー、ナイス。それ何度だっけ。これ34。あ、8番。あ、そういうこと。でです。あー、いいね。これ参った。難しいことにグリップが削れてきちゃったんですけど。え？グリップ削れてきちゃった。こういうの。本当だ。そんなグリグリしてんの？当たってないけどね。ここに当たってるんだね。変なとこに当たってるから。そんなグリグリしてんのね。頑張ったってしょうがないじゃん。撫でる。撫でてく。はい、左から。よし、ああ、いいね、フェアウェイまで降りてきた。
頭だな。はい、飛んでないから大丈夫だよ。よし。130?なんかそのまま出ちゃったって感じだったね。やっぱシャフトの違いでかいね。来ないもんね。ロジャーだとあれでいいんだよ。今のはちょっと自分が悪かった。乗んなきゃダメとかそんなこと考えんの？バンカーがまずどうやって打つか決めてそれをやれるかどうか結果はたまに聞いてかっこいいですそれ誰ですか？おお距離どうだ？距離ちょっと出ちゃいました。ああ最高だよ。手前から、おお寄ってる寄ってる寄ってる。もう。うまくやったけどね、やろうとしてたことはよく分かったよ。ですか？さっきのやつで。うまっ。いや最高だよ。まっすぐ行っちゃった。おー、サブグリーン乗ったよ。うまっ。乗ったよ。いいじゃん、別にいいじゃん。すげえいい球。やっぱシャフトですか？シャフトですね。はあ。さっきなんか言ってたじゃん、ほら。シャフトやってるだけですとかなんとかって言ってたじゃん。兄貴に何かいいねって言われたらさ、言いましたっけ？なんか言ってたじゃん。こんなこと言うよ。シャフトで、そうですね。シャフトにもう任せちゃった。わあ、こんなこと言うようになった。今まで何にも任せてなかったんだよね。そうですね。違うね。